ホラーだよね、これ、ホラー。トゥルルルル、トゥルルル。What's up, guys? It's Shino. If you haven't seen me before, my name is Shino, and thank you for watching this video. 今日は皆さんにこのインディアンヒーリングクレイをご紹介していきたいと思います。Today, I'd like to share the world's most powerful facial with you guys. Aztec Secret Indian Healing Clay has been quite popular in the States for a long time. この動画ではアメリカで流行っているクレイパックを皆さんにシェアしたいと思います。肌の赤みを抑えたり、ニキビの赤みを抑えたり、あと毛穴の汚れを取り除いたりなどの効果があるみたいです。私結構鼻の周りのイチゴ鼻って言うんでしたっけ？結構黒いプツプツがあったり、赤ら顔なので、この辺の毛穴が詰まってるかわかんないんですけど、ものすごく赤いプチプチがたくさんできます。あとニキビ体質なので結構ニキビは常にありますね。まあ、UCLA 在学中よりはだいぶ良くなったんですけど、それでもまだいくつかここにも今あったり、この辺にも今あったり。ニキビできたら潰しちゃうんですよ、気になって。見えるかわかんないんですけど、この辺に結構黒いニキビ跡があったりするので、まあ、これを利用して綺麗になりたいななんて思っております。無理なんて言わないで。それではこちらを、試していきたいと思います。作るのに必要なものをシェアしていきたいと思います。こちら先ほどもシェアしたんですけど、中が粉なのでこれを液体もしくはクリームに混ぜてお肌につけていきます。よくこれとセットで使われるのは、なんで振ったんだろう、アップルサイダービネガー、リンゴ酢ですね、をアメリカの方はよくこれと一緒に使われています。リンゴ酢の他にもココナッツバター、ココナッツオイルを一緒に混ぜてお肌に塗る方もたくさんいらっしゃいます。で、この2つを混ぜるためのボールを用意します。ボールは本当に何でもいいです。私はこのボールを使っていきたいと思います。1対1の割合で混ぜていくので、計量スプーンでなくても何かこう測れるものであったら何でもいいと思います。で、これを泥のお粉を1杯、リンゴ酢を1杯混ぜてっていう感じでやっていきたいと思います。混ぜ終わった後に必要なのがこちらの筆ですね。中にはスプーンで混ぜてスプーンで伸ばされる方もいらっしゃるので、まあ、筆は必ずしも必要でないんですけど、まあ、たまたま使ってない筆があったのでこれで今日は伸ばしていきたいと思います。はい、それでは作っていきましょう。まずは髪の毛を上げなければいけません。私ここめっちゃハゲてるんですよね。まあ、なんでかっていうと、小さい頃からマミがよくお団子してくれてたので、お団子でクーってやられて髪の毛が後ろに後退したらしい。それか生まれつきなのかな。でも結構毛量多いってよく美容師さんとかにも言われるので、別に毛量が少ないわけじゃないと思うんですよ。ただこれがねちょっと気になりますよね。顔でかいね。これさ、めっちゃ上に上がってくるんだよね。ほらほら、取れちゃう取れちゃう。自分頭ぺったんこなんですよ。全然こう膨らみがなくて、なのでこういうのとくっつけたらほら、わお。このヒーリングクレイの中はこんな感じになってます。見えるかな、これ全部粉なんですよ。で、この粉をスプーン1杯ぐらい拾って、こんなもんかな、ちょっと目分量で OK。 リンゴ酢をね入れていきたいと思います。このリンゴ酢はすごい健康にもいいみたいで、 L とかはこれを水に薄めて飲んでたりしました。入れていきます。中身はこんな感じになってます。これをこれから混ぜていきたいと思います。なんか皆さん結構スプーンで混ぜてる方が多い印象があったんですよ。YouTube とか見てたら。でも筆の方が結構混ざりやすいかも。うん。こんな感じで。で、混ぜ終わったら肌に塗っていきたいと思います。思ったより伸びますね。で、これは厚塗りしなくていいって書いてあったので、塗り広げていきたいと思います。こんな感じのキャラクターいたよね。マーベルかなんかに。私、中学校の頃からいちご花に悩まされてたんですよね。一時期さ、このいちご花の角質を出す
なんか先がちょっと丸くなったシルバーのさ、こういう なんていうんだっけ、かき出すやつみたいなのあったじゃん。あれとかも買って、もうここガリ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 やってたけど全然良くならなくて、どこまで塗っていいか分かんなくなっちゃった。これ別に眉毛塗っちゃうか、あれ口色塗っちゃおう。もう綺麗になりたいよ、唇だって。目とかもどこまでやっていいんだろう。これ味はしない、うん、が泥の味がするって。泥食べたことないんですけど。全体に塗り終わったら、ここから15分から20分置くみたいなので待ちたいと思います。でも多分5分ぐらい経ったんですけど、どんどんこうなんか顔が動かせなくなってきまして、この服を乾くと皮膚がキュッと引き締まるので、こんな感じになるんだと思います。肘みたいなの見えませんか？ホラーだよね、これホラー。トゥルルルルトゥルルル。15分ぐらいか20分ぐらい経ったので、洗い流していきたいと思います。触ったらめちゃめちゃ硬い、ここ。はい、ということで今全部パック落としてきました。まだ保湿クリームも何もつけてない状態です。触った感じものすごくサラサラになりましたね。落とす時に開いたって思ったので、こうやって落とすよりも水でこうジャバジャバ落とした方がいいかなって思いました。アメリカの YouTuber さんのレビューを見てたら、結構パック落としたすぐは赤みが出るらしいんですよ。私も今多分最初パック始める前よりも赤みが出てるのかな。赤みっていうのは、まあ、次の日の朝ぐらいに落ち着くらしいです。でこのパックの効果はだいたい1週間弱で見れるそうなので、これから1週間続けてこのパックをしていきたいと思います。毎日すると肌が痛むっていう方もいらっしゃるので、まあ、2日続けてみて、肌がちょっとヒリヒリし始めたら、まあ、2日に1回とか3日に1回ぐらいにしていきたいなと思います。1週間後に私のお肌をシェアしたいと思います。ということで今日はアメリカで人気のスキンケア用品インディアンクレイパックを皆さんにシェアしてみました。また1週間後に肌の様子をシェアしたいと思うので、また1週間後お会いしましょう。バイバーイ。